古民家の屋根裏部屋を作ってるんですが、思っても見なかったんですけども、床が傾いてたんですよね。最大で20ミリの差があります。高さ調節の材料を作って根太の下に入れていちいち調節しています。それから一番端っこの根太ですけども、ここはちょっと問題がありまして、位置がですね、下の根太とずれてるんですよね。ビスが打てないんですよ。打ってもまあ効かないんですよね。今回はここをどうするのか、その対応策からご覧ください。根太というと、普通は床を支える部材なんですね。床の荷重を支える部材が根太なんですが、今取り付けている根太は荷重を支えるためではなくて、床板を取り付けるための、下地なんですね。荷重を支えているのは1階の天井にあるこの部材です。これが屋根裏の根太の役割をしています。なのでそれほど頑丈じゃなくてもいいので、こうすることにしました。根太に添え木をビスで打って、その添え木を下の根太にビスで固定します。まずは部材の長さを現場合わせで測ります。根太が柱と干渉するところは切り替えておきます。添え木をビスで根太に留めます。これを下の根太にビス打ちするわけですが、その前に高さ調節が必要です。簡易的なものですけども、レーザーを持っててよかったですね。高さがあったので、これでようやくビスで固定できます。これでようやく1本根太がつきましたけど、これ結構ね、30分ぐらいかかってますね。ファクトリー9。ここの部分は両サイドの根太が打ち終わってあるので、いちいちレーザーは使わずに隣との差を見る方法で取り付けていきます。
ここは屋根の下で狭いっていうこともあってちょっと大変でした。ファクトリー9、同じ要領で他の場所もどんどんやっていくんですが、この高さ調節をね50箇所以上やんなきゃなんないんで、難しくはないんですけども根気が必要ですね。これは下にある元々の梁と干渉するので少し切りかかないといけません。下に挟む木の厚みがですね、ちょっとの差でガタガタしたりするんですよね。ちょうどいい厚みの板を見つけるのがなかなか大変でですね、こういうのに結構時間かかるんですよね。これが最後の1本なんですけども、これまでに出た端材の短いのを使っています。根だとしてはこの下にちゃんとしたのが1本入ってるんで強度的には何も問題ないんでね。見えないところには端材も積極的に使うようにしています。これでようやく全部根太が打ち終わりました。ファクトリー9、一番高いところと低いところで20ミリも違うっていうことだったんで、こんな感じでですね、根太の下には高さ調節の板をたくさん敷いてあります。数えてみたら80箇所ぐらいありましたね。これは根気が必要な作業で正直疲れました。仕上げの床板を張る作業はまた今度にしたいと思います。ファクトリー9、屋根裏に上がってみたときはそんなに傾いているようには感じなかったんですけどね。こんな面倒くさい作業になるとは思わなくて、同じ作業を繰り返すのが苦手な僕としてはかなり疲れました。まあ古民家を甘く見るなっていうことなんでしょうかね。今回はここまでにしておいて、床板を張る作業はまた今度にしようと思うんですが、床板も結構量があるんで、上に運ぶ作業は
少しずつ進めていきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。また次回もご覧いただきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。